あなたのことはたびたび綾香から聞いています。しかし公務が忙しかったこともあり、なかなかお会いできませんでした。上里家当主上里綾人、以後お見知りおきを。何か忘れているような。まあいいでしょう、また思い出したら誰かに届けてもらえばいいだけのことです。仕掛けは十分、そろそろ回収するとしましょう。慌てふためきはしても私を止めるほどの勇気はない。家臣たちのあの時の表情を思い出すと滑稽で仕方ありませんね。さて行くとしましょう。たまには散歩をするというのも悪くありません。陽光の下でくつろげるなど滅多にないことです。そよ風のように些細な思いがけないことであっても結果を左右してしまうことがあります。大半の人は強風に目を閉じ歩みを止めてしまいます。その勢いに乗じて進めるものはほんの一握りです。あらゆるものには対価が存在します。通常では手の届かないものを求めるのであれば、常人の想像を超える対価を払わなければなりません。私は手段にこだわりません。結果さえ得られれば何の問題もありませんからね。あなたたちが天領奉行でやったことは耳に入っていますよ。あの九条のじいさんをひどく怒らせたらしいですね。しかも髪の毛が抜け落ちてしまうほどの勢いだったとか。そんな方は滅多にいません。この目で見ることができなくて実に残念です。他人を信用することはそうやすやすとできることではありません。特に地位の高いものであればなおさらのこと。たった一つの過ちによって誰かの命を犠牲にしなければならないことも珍しくないのですから。しかしあなたが私を信頼してくれている以上、私も当然それに応えなければなりませんね。せっかく神の目という便利な代物を持っているのですから、ちゃんと活用しなくてはなりませんね。このように手のひらで輝いているということは、これもさぞかし幸せなのでしょう。落ちた花を火鉢に放り込むと、炎によって一瞬だけ生気をみなぎらせます。花が最後に見せるその鮮やかな姿は、炎の輝きをも凌駕するものです。たとえ刹那の出来事だとしても、それは花の短い一生を意味あるものにするでしょう。ペットといえば、私は犬が好きなんです。猫の気ままなところも悪くはありませんが、飼い主の命令に従順なのは犬だけですから。忠実で素直で、なんとも愛らしいものです。私についてですか？世の中知らない方がいいことがあることくらいあなたならご存知ですよね。今度機会があればまたお話ししましょう。私の感性がずれている？はあ、
どうやら何か誤解されているようですね。これは弁解をしなければ。確かに大抵の場合、私は人の困った顔を見るのが好きです。しかしそれがどうしてまずいのでしょうか。あなたも隣で飛んでいるちびっ子をからかったりしますよね。三奉行は一見穏やかな関係に見えますが、実際は裏での牽制やいがみ合いが絶えません。あの老いぼれたちの相手をするのはあまり楽しくはないのですが、ただこれだけは知っておいていただきたい。昔は上里家の安寧のため、今は稲妻の情勢のため、私は上里家の名に泥を塗るような行動をしたことは一度もありませんよ。週末版ですか。あなたになら話してもいいでしょう。あれは上里家当主直属の秘密部隊であり、父上の死後私が引き継ぎました。表立って解決できないことがあれば週末版が処理してくれます。船員のほとんどは孤児で、幼い頃に組織に引き取られたものです。こうして彼らは自然と忠誠心を抱くようになり、成長していきます。私も安心して任務を与えられるというわけです。週末版以外の切り札？もちろんありますよ。ウサギですら3つの隠れ穴を持っているのですから、人ならばなおさらです。ただ私の秘密はほとんど話してしまったので、そろそろあなたの話を聞かせてください。そうですね、テイワット大陸での旅はもう結構なので、もっと昔の話を聞かせてくれますか。趣味、子供の頃はいくつかありましたが、最近は公務に時間を取られているので触れないようにしています。ん？公務を趣味としている人がいる？おお、それは実に個性的ですね。悩みですか？気になる事柄があれば早々に解決していますよ。もし人であった場合は。目新しく珍しいものは退屈な日常に刺激をもたらしてくれます。最近ですと花見坂で発売された新商品、五目ミルクティーが絶品ですので、ぜひ試してみてください。ただ日頃の食事に関してはこれといったこだわりはありません。私の献立を毎日考えてくれる進化がいるので、いつも出された料理を食べているだけです。そろそろあなたの好きな料理を教えてくれますか。なるほど、頭に入れておきました。今度聞かれたらこれを答えるとしましょう。おっと、塩と砂糖を間違えてしまいました。これではしょっぱい水まんじゅうに。ま、問題はありません。トーマに食べてもらいましょう。当主の座について以来、そうめったに気が緩んだことはありません。ただあなたがそばにいてくれた日々はなんだか奇妙なひとときでした。それは、そうですね、まるで日の光を浴びているかのような気分にさせるのです。そろそろ就寝の時間ですね。先に下がっていてください。私はまだ眠くないので。おや、あなたでしたか。
私は残りの仕事を終わらせてから休みます。あなたも早めに休んでください。わざわざそちらから話しかけてきたので、もっと個人的なお話かと思いましたよ。過労の類でしたら心配いりません。ほらこの通り、冗談を言う余裕だってありますから。辛いと感じる理由の大半は、守るべきものがまだ見つかっていないことにあります。私にはそのような悩みなどありません。お褒めの言葉、それからお気遣いまでしていただいて大変光栄に思いますよ。ご安心ください。現時点では私ほどシャブ業当主にふさわしい人物はいませんから。犬の散歩をしたことはありますか？ねえ、犬と一緒に散歩をすることです。犬は忠誠心の強い生き物。しかし、たとえお行儀が良くとも、ずっと同じ場所に拘束されるのは不愉快なものです。共に外に出て、彼らが走り回り遊ぶ姿を見ると心が洗われます。あなたも試してみませんか？大丈夫ですよ。家臣に温厚な犬を用意してもらいますから。それとも太郎丸にお供してもらいましょうか？もし不安でしたら、最初は練習のつもりでここを散歩しましょう。そしてあなたが楽しめるようになった頃を見計らい、町へ出るのはどうです？ミルクティーを飲みながら犬の散歩、ちょっとした騒ぎになってしまいそうですね。ですが悪くありません。あなたのことはたびたび綾香から聞いています。しかし公務が忙しかったこともあり、なかなかお会いできませんでした。上里家当主上里綾人、以後お見知りおきよ。何か忘れているような。まあいいでしょう。また思い出したら誰かに届けてもらえばいいだけのことです。仕掛けは十分、そろそろ回収するとしましょう。慌てふためきはしても私を止めるほどの勇気はない。家臣たちのあの時の表情を思い出すと滑稽で仕方ありませんね。さて行くとしましょう。たまには散歩をするというのも悪くありません。陽光の下でくつろげるなど滅多にないことです。そよ風のように些細な思いがけないことであっても、結果を左右してしまうことがあります。大半の人は強風に目を閉じ歩みを止めてしまいます。その勢いに乗じて進めるものはほんの一握りです。あらゆるものには対価が存在します。通常では手の届かないものを求めるのであれば、常人の想像を超える対価を払わなければなりません。私は手段にこだわりません。結果さえ得られれば何の問題もありませんからね。あなたたちが天領奉行でやったことは耳に入っていますよ。あの九条のじいさんをひどく怒らせたらしいですね。しかも髪の毛が抜け落ちてしまうほどの勢いだったとか。そんな方は滅多にいません。この目で見ることができなくて実に残念です。
他人を信用することはそうやすやすとできることではありません。特に地位の高いものであればなおさらのこと。たった一つの過ちによって誰かの命を犠牲にしなければならないことも珍しくないのですから。しかしあなたが私を信頼してくれている以上、私も当然それに応えなければなりませんね。せっかく神の目という便利な代物を持っているのですから、ちゃんと活用しなくてはなりませんね。このように手のひらで輝いているということは、これもさぞかし幸せなのでしょう。落ちた花を火鉢に放り込むと、炎によって一瞬だけ生気をみなぎらせます。花が最後に見せるその鮮やかな姿は、炎の輝きをも凌駕するものです。たとえ刹那の出来事だとしても、それは花の短い一生を意味あるものにするでしょう。ペットといえば、私は犬が好きなんです。猫の気ままなところも悪くはありませんが、飼い主の命令に従順なのは犬だけですから。忠実で素直で何とも愛らしいものです。私についてですか？世の中、知らない方がいいことがあることくらいあなたならご存知ですよね。今度機会があればまたお話ししましょう。私の感性がずれている、どうやら何か誤解されているようですね。これは弁解をしなければ。確かに大抵の場合、私は人の困った顔を見るのが好きです。しかしそれがどうしてまずいのでしょうか。あなたも隣で飛んでいるちびっ子をからかったりしますよね。三奉行は一見穏やかな関係に見えますが、実際は裏での牽制やいがみ合いが絶えません。あの老いぼれたちの相手をするのはあまり楽しくはないのですが、ただこれだけは知っておいていただきたい。昔は上里家の安寧のため、今は稲妻の情勢のため、私は上里家の名に泥を塗るような行動をしたことは一度もありませんよ。週末版ですか？あなたになら話してもいいでしょう。あれは上里家当主直属の秘密部隊であり、父上の死後私が引き継ぎました。表立って解決できないことがあれば終末版が処理してくれます。船員のほとんどは孤児で、幼い頃に組織に引き取られたものです。こうして彼らは自然と忠誠心を抱くようになり、成長していきます。私も安心して任務を与えられるというわけです。終末版以外の切り札？もちろんありますよ。ウサギですら3つの隠れ穴を持っているのですから、人ならばなおさらです。ただ私の秘密はほとんど話してしまったので、そろそろあなたの話を聞かせてください。そうですね、テイワット大陸での旅はもう結構なので、もっと昔の話を聞かせてくれますか？趣味、子供の頃はいくつかありましたが、最近は公務に時間を取られているので触れないようにしています。公務を趣味としている人がいる？おお、それは実に個性的ですね。
悩みですか？気になる事柄があれば早々に解決していますよ。もし人であった場合は。目新しく珍しいものは退屈な日常に刺激をもたらしてくれます。最近ですと花見坂で発売された新商品五目ミルクティーが絶品ですので、ぜひ試してみてください。ただ日頃の食事に関してはこれといったこだわりはありません。私の献立を毎日考えてくれる進化がいるので、いつも出された料理を食べているだけです。そろそろあなたの好きな料理を教えてくれますか？なるほど、頭に入れておきました。今度聞かれたらこれを答えるとしましょう。おっと、塩と砂糖を間違えてしまいました。これではしょっぱい水まんじゅうに。ま、問題はありません。トーマに食べてもらいましょう。当主の座について以来、そうめったに気が緩んだことはありません。ただあなたがそばにいてくれた日々はなんだか奇妙なひとときでした。それは、うん、そうですね、まるで日の光を浴びているかのような気分にさせるのです。そろそろ就寝の時間ですね。先に下がっていてください。私はまだ眠くないので。おや、あなたでしたか。私は残りの仕事を終わらせてから休みます。あなたも早めに休んでください。わざわざそちらから話しかけてきたので、もっと個人的なお話かと思いましたよ。過労の類でしたら心配いりません。ほら、この通り冗談を言う余裕だってありますから。辛いと感じる理由の大半は守るべきものがまだ見つかっていないことにあります。私にはそのような悩みなどありません。お褒めの言葉、それからお気遣いまでしていただいて大変光栄に思いますよ。ご安心ください。現時点では私ほどシャブ業当主にふさわしい人物はいませんから。犬の散歩をしたことはありますか？ねえ、犬と一緒に散歩をすることです。犬は忠誠心の強い生き物。しかしたとえお行儀が良くとも、ずっと同じ場所に拘束されるのは不愉快なものです。共に外に出て彼らが走り回り遊ぶ姿を見ると心が洗われます。あなたも試してみませんか？大丈夫ですよ、家臣に温厚な犬を用意してもらいますから。それとも太郎丸にお供してもらいましょうか？もし不安でしたら、最初は練習のつもりでここを散歩しましょう。そしてあなたが楽しめるようになった頃を見計らい、町へ出るのはどうです？ミルクティーを飲みながら犬の散歩、ちょっとした騒ぎになってしまいそうですね。ですが悪くありません。あなたのことはたびたび綾香から聞いています。しかし公務が忙しかったこともあり、なかなかお会いできませんでした。上里家当主上里綾人、以後お見知りおきよ。何か忘れているような。まあいいでしょう、また思い出したら誰かに届けてもらえばいいだけのことです。仕掛けは十分、そろそろ回収するとしましょう。
慌てふためきはしても私を止めるほどの勇気はない。家臣たちのあの時の表情を思い出すと滑稽で仕方ありませんね。さて行くとしましょう。たまには散歩をするというのも悪くありません。陽光の下でくつろげるなど滅多にないことです。そよ風のように些細な思いがけないことであっても結果を左右してしまうことがあります。大半の人は強風に目を閉じ歩みを止めてしまいます。その勢いに乗じて進めるものはほんの一握りです。あらゆるものには対価が存在します。通常では手の届かないものを求めるのであれば常人の想像を超える対価を払わなければなりません。私は手段にこだわりません。結果さえ得られれば何の問題もありませんからね。あなたたちが天領奉行でやったことは耳に入っていますよ。あの九条のじいさんをひどく怒らせたらしいですね。しかも髪の毛が抜け落ちてしまうほどの勢いだったとか。そんな方は滅多にいません。この目で見ることができなくて実に残念です。他人を信用することはそうやすやすとできることではありません。特に地位の高いものであればなおさらのこと。たった一つの過ちによって誰かの命を犠牲にしなければならないことも珍しくないのですから。しかしあなたが私を信頼してくれている以上、私も当然それに応えなければなりませんね。せっかく神の目という便利な代物を持っているのですから、ちゃんと活用しなくてはなりませんね。このように手のひらで輝いているということは、これもさぞかし幸せなのでしょう。落ちた花を火鉢に放り込むと炎によって一瞬だけ生気をみなぎらせます。花が最後に見せるその鮮やかな姿は炎の輝きをも凌駕するものです。たとえ刹那の出来事だとしてもそれは花の短い一生を意味あるものにするでしょう。ペットといえば、私は犬が好きなんです。猫の気ままなところも悪くはありませんが、飼い主の命令に従順なのは犬だけですから。忠実で素直で何とも愛らしいものです。私についてですか？世の中知らない方がいいことがあることくらいあなたならご存知ですよね。今度機会があればまたお話ししましょう。私の感性がずれている、どうやら何か誤解されているようですね。これは弁解をしなければ。確かに大抵の場合私は人の困った顔を見るのが好きです。しかしそれがどうしてまずいのでしょうか。あなたも隣で飛んでいるちびっ子をからかったりしますよね。三奉行は一見穏やかな関係に見えますが、実際は裏での牽制やいがみ合いが絶えません。あの老いぼれたちの相手をするのはあまり楽しくはないのですが、ただ
これだけは知っておいていただきたい。昔は上里家の安寧のため、今は稲妻の情勢のため、私は上里家の名に泥を塗るような行動をしたことは一度もありませんよ。週末版ですか？あなたになら話してもいいでしょう。あれは上里家当主直属の秘密部隊であり、父上の死後私が引き継ぎました。表立って解決できないことがあれば週末版が処理してくれます。船員のほとんどは孤児で、幼い頃に組織に引き取られたものです。こうして彼らは自然と忠誠心を抱くようになり、成長していきます。私も安心して任務を与えられるというわけです。週末版以外の切り札？もちろんありますよ。ウサギですら3つの隠れ穴を持っているのですから、人ならばなおさらです。ただ私の秘密はほとんど話してしまったので、そろそろあなたの話を聞かせてください。そうですね、テイワット大陸での旅はもう結構なので、もっと昔の話を聞かせてくれますか？趣味、子供の頃はいくつかありましたが、最近は公務に時間を取られているので触れないようにしています。ん？公務を趣味としている人がいる？おお、それは実に個性的ですね。悩みですか？気になる事柄があれば早々に解決していますよ。もし人であった場合は。目新しく珍しいものは退屈な日常に刺激をもたらしてくれます。最近ですと花見坂で発売された新商品、五目ミルクティーが絶品ですので、ぜひ試してみてください。ただ日頃の食事に関してはこれといったこだわりはありません。私の献立を毎日考えてくれる進化がいるので、いつも出された料理を食べているだけです。そろそろあなたの好きな料理を教えてくれますか？なるほど、頭に入れておきました。今度聞かれたらこれを答えるとしましょう。おっと、塩と砂糖を間違えてしまいました。これではしょっぱい水まんじゅうに。ま、問題はありません。トーマに食べてもらいましょう。当主の座について以来、そうめったに気が緩んだことはありません。ただあなたがそばにいてくれた日々はなんだか奇妙なひとときでした。それは、うん、そうですね、まるで日の光を浴びているかのような気分にさせるのです。そろそろ就寝の時間ですね。先に下がっていてください。私はまだ眠くないので。おや、あなたでしたか。私は残りの仕事を終わらせてから休みます。あなたも早めに休んでください。わざわざそちらから話しかけてきたので、もっと個人的なお話かと思いましたよ。過労の類でしたら心配いりません。ほら、この通り冗談を言う余裕だってありますから。辛いと感じる理由の大半は、守るべきものがまだ見つかっていないことにあります。私にはそのような悩みなどありません。
お褒めの言葉、それからお気遣いまでしていただいて大変光栄に思いますよ。ご安心ください。現時点では私ほどシャブ業当主にふさわしい人物はいませんから。犬の散歩をしたことはありますか？ねえ、犬と一緒に散歩をすることです。犬は忠誠心の強い生き物。しかし、たとえお行儀が良くともずっと同じ場所に拘束されるのは不愉快なものです。共に外に出て彼らが走り回り遊ぶ姿を見ると心が洗われます。あなたも試してみませんか？大丈夫ですよ。家臣に温厚な犬を用意してもらいますから。それとも太郎丸にお供してもらいましょうか？もし不安でしたら、最初は練習のつもりでここを散歩しましょう。そしてあなたが楽しめるようになった頃を見計らい町へ出るのはどうです？ミルクティーを飲みながら犬の散歩、ちょっとした騒ぎになってしまいそうですねですが悪くありません。あなたのことはたびたび綾香から聞いています。しかし公務が忙しかったこともあり、なかなかお会いできませんでした。上里家当主上里綾人、以後お見知りおきよ。何か忘れているような。まあいいでしょう。また思い出したら誰かに届けてもらえばいいだけのことです。仕掛けは十分、そろそろ回収するとしましょう。慌てふためきはしても私を止めるほどの勇気はない。家臣たちのあの時の表情を思い出すと滑稽で仕方ありませんね。さて行くとしましょう。たまには散歩をするというのも悪くありません。陽光の下でくつろげるなどめったにないことです。そよ風のように些細な思いがけないことであっても結果を左右してしまうことがあります大半の人は強風に目を閉じ歩みを止めてしまいます。その勢いに乗じて進めるものはほんの一握りです。あらゆるものには対価が存在します。通常では手の届かないものを求めるのであれば、常人の想像を超える対価を払わなければなりません。私は手段にこだわりません。結果さえ得られれば何の問題もありませんからね。あなたたちが天領奉行でやったことは耳に入っていますよ。あの九条のじいさんをひどく怒らせたらしいですね。しかも髪の毛が抜け落ちてしまうほどの勢いだったとか。そんな方はめったにいません。この目で見ることができなくて実に残念です。他人を信用することはそうやすやすとできることではありません。特に地位の高いものであればなおさらのこと。たった一つの過ちによって誰かの命を犠牲にしなければならないことも珍しくないのですから。しかしあなたが私を信頼してくれている以上、私も当然それに応えなければなりませんね。せっかく神の目という便利な代物を持っているのですから、ちゃんと活用しなくてはなりませんね。このように手のひらで輝いているということは、
これもさぞかし幸せなのでしょう。落ちた花を火鉢に放り込むと、炎によって一瞬だけ生気をみなぎらせます。花が最後に見せるその鮮やかな姿は、炎の輝きをも凌駕するものです。たとえ刹那の出来事だとしても、それは花の短い一生を意味あるものにするでしょう。ペットといえば、私は犬が好きなんです。猫の気ままなところも悪くはありませんが、飼い主の命令に従順なのは犬だけですから。忠実で素直で何とも愛らしいものです。私についてですか？世の中、知らない方がいいことがあることくらいあなたならご存知ですよね。今度機会があればまたお話ししましょう。私の感性がずれている、どうやら何か誤解されているようですね。これは弁解をしなければ。確かに大抵の場合、私は人の困った顔を見るのが好きです。しかし、それがどうしてまずいのでしょうか。あなたも隣で飛んでいるちびっ子をからかったりしますよね。三奉行は一見穏やかな関係に見えますが、実際は裏での牽制やいがみ合いが絶えません。あの老いぼれたちの相手をするのはあまり楽しくはないのですが、ただこれだけは知っておいていただきたい。昔は上里家の安寧のため、今は稲妻の情勢のため、私は上里家の名に泥を塗るような行動をしたことは一度もありませんよ。週末版ですか？あなたになら話してもいいでしょう。あれは上里家当主直属の秘密部隊であり、父上の死後私が引き継ぎました。表立って解決できないことがあれば終末版が処理してくれます。船員のほとんどは孤児で、幼い頃に組織に引き取られたものです。こうして彼らは自然と忠誠心を抱くようになり、成長していきます。私も安心して任務を与えられるというわけです。終末版以外の切り札？もちろんありますよ。ウサギですら3つの隠れ穴を持っているのですから、人ならばなおさらです。ただ私の秘密はほとんど話してしまったので、そろそろあなたの話を聞かせてください。そうですね、テイワット大陸での旅はもう結構なので、もっと昔の話を聞かせてくれますか？趣味、子供の頃はいくつかありましたが、最近は公務に時間を取られているので触れないようにしています。公務を趣味としている人がいる？おお、それは実に個性的ですね。悩みですか？気になる事柄があれば早々に解決していますよ。もし人であった場合は。目新しく珍しいものは退屈な日常に刺激をもたらしてくれます。最近ですと花見坂で発売された新商品、五目ミルクティーが絶品ですので、ぜひ試してみてください。ただ日頃の食事に関してはこれといったこだわりはありません。
私の献立を毎日考えてくれる神官がいるので、いつも出された料理を食べているだけです。そろそろあなたの好きな料理を教えてくれますか？なるほど、頭に入れておきました。今度聞かれたらこれを答えるとしましょう。おっと、塩と砂糖を間違えてしまいました。これではしょっぱい水まんじゅうに。ま、問題はありません。トーマに食べてもらいましょう。当主の座について以来、そうめったに気が緩んだことはありません。ただあなたがそばにいてくれた日々はなんだか奇妙なひとときでした。それは、うん、そうですね、まるで日の光を浴びているかのような気分にさせるのです。そろそろ就寝の時間ですね。先に下がっていてください。私はまだ眠くないので。おや、あなたでしたか。私は残りの仕事を終わらせてから休みます。あなたも早めに休んでください。わざわざそちらから話しかけてきたので、もっと個人的なお話かと思いましたよ。過労の類でしたら心配いりません。ほら、この通り冗談を言う余裕だってありますから。辛いと感じる理由の大半は、守るべきものがまだ見つかっていないことにあります。私にはそのような悩みなどありません。お褒めの言葉、それからお気遣いまでしていただいて大変光栄に思いますよ。ご安心ください。現時点では私ほどしゃぶ業当主にふさわしい人物はいませんから。犬の散歩をしたことはありますか？ねえ、犬と一緒に散歩をすることです。犬は忠誠心の強い生き物。しかし、たとえお行儀が良くとも、ずっと同じ場所に拘束されるのは不愉快なものです。共に外に出て彼らが走り回り遊ぶ姿を見ると心が洗われます。あなたも試してみませんか？大丈夫ですよ、家臣に温厚な犬を用意してもらいますから。それとも太郎丸にお供してもらいましょうか？もし不安でしたら、最初は練習のつもりでここを散歩しましょう。そしてあなたが楽しめるようになった頃を見計らい、町へ出るのはどうです？ミルクティーを飲みながら犬の散歩、ちょっとした騒ぎになってしまいそうですね。ですが悪くありません。あなたのことはたびたび綾香から聞いています。しかし公務が忙しかったこともあり、なかなかお会いできませんでした。上里家当主上里綾人、以後お見知りおきよ。何か忘れているような。まあいいでしょう、また思い出したら誰かに届けてもらえばいいだけのことです。仕掛けは十分、そろそろ回収するとしましょう。慌てふためきはしても私を止めるほどの勇気はない。家臣たちのあの時の表情を思い出すと滑稽で仕方ありませんね。さて行くとしましょう。たまには散歩をするというのも悪くありません。陽光の下でくつろげるなど滅多にないことです。
そよ風のように些細な思いがけないことであっても結果を左右してしまうことがあります。大半の人は強風に目を閉じ歩みを止めてしまいます。その勢いに乗じて進めるものはほんの一握りです。あらゆるものには対価が存在します。通常では手の届かないものを求めるのであれば常人の想像を超える対価を払わなければなりません。私は手段にこだわりません。結果さえ得られれば何の問題もありませんからね。あなたたちが天領奉行でやったことは耳に入っていますよ。あの九条のじいさんをひどく怒らせたらしいですね。しかも髪の毛が抜け落ちてしまうほどの勢いだったとか。そんな方はめったにいません。この目で見ることができなくて実に残念です。他人を信用することはそうやすやすとできることではありません。特に地位の高いものであればなおさらのこと。たった一つの過ちによって誰かの命を犠牲にしなければならないことも珍しくないのですから。しかしあなたが私を信頼してくれている以上、私も当然それに応えなければなりませんね。せっかく神の目という便利な代物を持っているのですから、ちゃんと活用しなくてはなりませんね。このように手のひらで輝いているということは、これもさぞかし幸せなのでしょう。落ちた花を火鉢に放り込むと、炎によって一瞬だけ生気をみなぎらせます。花が最後に見せるその鮮やかな姿は、炎の輝きをも凌駕するものです。たとえ刹那の出来事だとしても、それは花の短い一生を意味あるものにするでしょう。ペットといえば、私は犬が好きなんです。猫の気ままなところも悪くはありませんが、飼い主の命令に従順なのは犬だけですから。忠実で素直で、なんとも愛らしいものです。私についてですか？世の中知らない方がいいことがあることくらいあなたならご存知ですよね。今度機会があればまたお話ししましょう。私の感性がずれている、どうやら何か誤解されているようですね。これは弁解をしなければ。確かに大抵の場合私は人の困った顔を見るのが好きです。しかしそれがどうしてまずいのでしょうか。あなたも隣で飛んでいるちびっ子をからかったりしますよね。三奉行は一見穏やかな関係に見えますが、実際は裏での牽制やいがみ合いが絶えません。あの老いぼれたちの相手をするのはあまり楽しくはないのですが、ただこれだけは知っておいていただきたい。昔は上里家の安寧のため、今は稲妻の情勢のため、私は上里家の名に泥を塗るような行動をしたことは一度もありませんよ。週末版ですか？あなたになら話してもいいでしょう。あれは上里家当主直属の秘密部隊であり、父上の死後
私が引き継ぎました。表立って解決できないことがあれば終末版が処理してくれます。船員のほとんどは孤児で、幼い頃に組織に引き取られたものです。こうして彼らは自然と忠誠心を抱くようになり、成長していきます。私も安心して任務を与えられるというわけです。終末版以外の切り札？もちろんありますよ。ウサギですら3つの隠れ穴を持っているのですから、人ならばなおさらです。ただ私の秘密はほとんど話してしまったので、そろそろあなたの話を聞かせてください。そうですね、テイワット大陸での旅はもう結構なので、もっと昔の話を聞かせてくれますか？趣味、子供の頃はいくつかありましたが、最近は公務に時間を取られているので触れないようにしています。ん？公務を趣味としている人がいる？おお、それは実に個性的ですね。悩みですか？気になる事柄があれば早々に解決していますよ。もし人であった場合は。目新しく珍しいものは退屈な日常に刺激をもたらしてくれます。最近ですと花見坂で発売された新商品、五目ミルクティーが絶品ですので、ぜひ試してみてください。ただ日頃の食事に関してはこれといったこだわりはありません。私の献立を毎日考えてくれる進化がいるので、いつも出された料理を食べているだけです。そろそろあなたの好きな料理を教えてくれますか？なるほど、頭に入れておきました。今度聞かれたらこれを答えるとしましょう。おっと、塩と砂糖を間違えてしまいました。これではしょっぱい水まんじゅうに。ま、問題はありません。トーマに食べてもらいましょう。当主の座について以来、そうめったに気が緩んだことはありません。ただあなたがそばにいてくれた日々はなんだか奇妙なひとときでした。それは、うん、そうですね、まるで日の光を浴びているかのような気分にさせるのです。そろそろ就寝の時間ですね。先に下がっていてください。私はまだ眠くないので。おや、あなたでしたか。私は残りの仕事を終わらせてから休みます。あなたも早めに休んでください。わざわざそちらから話しかけてきたので、もっと個人的なお話かと思いましたよ。過労の類でしたら心配いりません。ほら、この通り冗談を言う余裕だってありますから。辛いと感じる理由の大半は、守るべきものがまだ見つかっていないことにあります。私にはそのような悩みなどありません。お褒めの言葉、それからお気遣いまでしていただいて大変光栄に思いますよ。ご安心ください。現時点では私ほどシャブ業当主にふさわしい人物はいませんから。